井戸小屋沢に入りました。すぐに 3,4 メーターぐらいの滝が何個かあって、今日は時間を稼ぐために結構、巻いています。ちょっとぬめりがひどくて血流がちょっと、しづらいです。落ちると寒いというか痛い。河原状になると大きく谷がえぐれて五勝寺沢が続きますが、井戸小屋沢はここを右に折れるように入ります。いやー、秋が深まって最高だね。左手に庄司沢かな。井戸小屋は右へ入ります。左が沖庄司沢で、右が、井戸小屋沢。そっちだよ、そっちですね。井戸小屋沢、サマタとウマタの二股です。本当ぬめり次第だな、これ。すごい風が出てきました。もうすぐ3段30メーターでしょ。手前の雰囲気、ここが3段30メーター滝の最初の1段目。3段30メーターの1段目を巻いたところ、巻いてるところ、これが2段目。結構悪い巻きだな、ここは。井戸小屋さまたの最難関とガイドに書かれている 5m 滝、立ってますな。いや、ダメだ。寒すぎる。
危ねえ。いい鍵、手の感覚がなくなっちゃう。あの結び目の、うん、ここにあるスタンスに左足で多分立てれば、うん、いけちゃうんでしょうけど、右手のホールドがちょっとぐらつくんですよね。あ、ぐらつくの。はい。何ですか？ホールドが取れちゃった。あ、やっぱり。あのホールドないときついですね。どうすか。どっかにハーケン1枚打ち込んで、釣り目で足かけたりしますか。いや、ちょっと、あの、ゆっくりあるんだよな。ああ、寂しい。ゆっくり釣り目かかると思う。2つハンマー投げるやつだ。でもあれ危ねえんだよな。あまりの水の冷たさとホールドが崩落したんで投げハンマーです。怖え子でもこれ。でもないよりはいい。革新の滝が終わって、5メーター、4メーターを超えてゴルジュが続きます。ここも難しそうだな。うー、サービリリリリ、かれこれに1時間半ぐらい、わかんない、ずっとシャワーでしたからね。ああ、まだこんなにややこしいのがあんのか。やばいですね、これ。行きます。はい、お願いします。お、危ねえ。ああ。非常にやばいね、これ。お、危ねえ。やべ、指の感覚がなくなってきた。いよいよやばいな、これ。
心高まき、高まき。素晴らしく怖い。やべえな、ちょっと。